エドウィン・トーマス・レートンは、アメリカ海軍の軍人である。最終階級は少々。第二次世界大戦中アメリカ太平洋艦隊の情報主任参謀として、司令長官チェスターニミッツを補佐した人物。レートンは1903年4月7日に、アメリカ合衆国入りの異州で、父上寺エドウィン・レートンと、母、メアリー・レートンの次男として生まれる。少年の時、 祖父にミシシッピ側の遊覧船に乗ったことと、ウェストポイントへの受験勉強をしている兄へのライバル意識からアナポリスへの入学を志し、父の友人の会議員の推薦を得て1920年に受験をする。一度は体重不足で不合格となるが、バナナを12本食べた上で再検査を受け、幸いにも合格した。1924年に卒業して上位になると、戦艦。 ウェストバージニア乗り組となる。1925年1月にサンフランシスコで日本海軍の練習艦隊を迎える際案内役を拝命。その時、日本海軍の候補生が皆流町に英語を話すのに自分たち案内役で日本語を話せる者が誰もいないことに感銘と衝撃を受け、海軍省に日本語習得の希望を出す。 中医症新語1929年8月に3名の日本語研修生の一人として来日、この時ともに日本に向かった研修生のメンバーに、後にミッドウェイ島に進行する日本海軍の暗号を解読したジョセフ・ジェイ・ロシュフォートがいた。はじめ東京で学んでいたが、基礎を理解するとアメリカ人のいない田舎が良いと思い、大分県別府に移住した。別府湾は、 当時艦隊休養校で10隻以上の艦艇が出入りしており、ここで日本艦隊の行動パターンを把握すると同時に日本海軍主幹に混じって芸者遊びを覚える。1932年9月に帰国予定であったが、急遽北京のアメリカ公主艦付海軍武官補の事例を受領。この時、超学良とポーカーをしたことがある。 1933年2月に帰国すると海軍情報部勤務となり戦略爆撃用の日本本土の電力供給網調査に従事後に通信部通信保全課勤務となる夏には戦艦ペンシルベニアの法術分隊長になり1936年には海軍通信部通信保全課翻訳班班長に就任 日本海軍の戦艦、長戸の改造後試験公開報告を防受し、同艦の最高速が26ノット弱であることをつかむと戦争計画部長ロイヤル、イーインガソル大佐に報告、当時24ノットで計画されていた、心臓戦艦の最高速が27ノットに引き上げられた。こうして生まれたのが、ノースカロライナ級戦艦である。1937年に退となると、 中日米大使館海軍武官補として二度目の来日を果たすと、パナイ号事件の業務に従事。この時、海軍次官山本56中将と出会っており、歌舞伎座へ行ったりブリッジをやったりするなどの進行があったが、タンカー、県崎と高崎の建造期間が長いことについて尋ねたところ、軽くいなされたという。夏には、神奈川県葉山の別荘で過ごす傍ら、 横須賀海軍基地で試験飛行中の飛行機を間近で見ていた。1939年に帰国後、総海艇ボックスの定調になる。1940年12月に少佐だったレートンは、太平洋艦隊情報主任参謀に就任、後に中佐に昇進。開戦直前の1941年12月6日、アジア艦隊司令長官トーマス・シーハート大将から、 カムラン湾南方に多数の艦艇が見られ一部はタイに向かっている模様という連邦が太平洋艦隊司令長官権合衆国艦隊司令長官ハズバンドキンメルダ賞に届くと日本が合衆国を襲うなどありえないという楽観的見解を示すウィリアムパイ中将を尻目に日本軍の目的地はもっと南方の乱イに油田地帯日本軍が 脇腹となるフィリピンを無視して進軍するなどありえない。明日にでも日米戦争になると金メルに警告した。真珠湾攻撃により金メルが降鉄され、チェスター・ニミッツが太平洋艦隊司令長官に着任すると真珠湾攻撃による大被害を防げなかったことで自分の情報分野でのキャリアが立たれたと考えていた。レイトンは 戦闘指揮官として、海軍士官としてのキャリアを立て直すべく、駆逐艦の艦長に転出したいとニミッツに申し出た。しかし、ニミッツから、君は駆逐艦長より、ここにいた方が、日本人、ジャップを、たくさん殺せていいだろうと移住され、現職に止まった。レートンは、ニミッツの期待に応え、米海軍のハワイにおける通信情報を担う、戦闘情報班の班長である。 ジョセフ・ロシュフォート海軍少佐を指揮し、サンゴ海海戦やミッドウェー海戦において、日本海軍の行動を的確に予測する武功を挙げた。1945年8月30日に、ニミッツが、ウィリアム・ハルゼー提督と横須賀港に上陸した際に、随行。この時、日本人のテロを警戒して、コルトガバメント拳銃を常に携帯していたという。9月2日の戦艦。 水入り号での幸福文書調印式にも参加した。1948年に海軍情報学校校長。1950年に太平洋艦隊情報参謀と太平洋軍情報部長を兼任。1953年に少々に昇進すると統合参謀本部情報部。1956年に太平洋軍情報部長。1958年に 海軍情報学校長を歴任し、1959年に退役、1984年に死去、81歳。現在アメリカ海軍の軍艦名には使われていないが、1971年に米海軍大学に設置された軍事情報講座名は彼にちなんで命名された。ありがとうございます。